ゴンサロ・アレハンドロ・ハラ・レジェスは、チリワルペン出身の同国代表サッカー選手。クルブティフアナ所属。ポジションは DF。2005年に CD、ウアチパトからデビューし、2007年に CSD コロコロに移籍した。同クラブではプリメーラ・ディビシオンのアペルトゥーラと、クラウスウラで3回の優勝を経験した。2009年8月、移籍金300万ポンドで、 チャンピオンシップのウエストブロムビッチアルビオに FC に完全に移籍することに合意したことが発表されたが、WBA は移籍交渉を中断した。しかし WBA は移籍交渉を再開し、8月25日に3年契約を結んだ。移籍金は140万ポンド。11月7日のレスターシティ FC 戦で初得点を挙げ、2010年9月25日に、 エミレーツ・スタジアムで行われたアーセナル FC 戦で移籍後2点目を決めた。2011年10月21日、チャンピオンシップのブライトンホーブ・アルビオン FC に2012年1月までの契約でレンタル移籍した。しかし12月20日、チーム内に負傷者が続出した WBA に他の2人の選手と共に呼び戻された。2012年1月31日、 シーズン終了までの契約で改めてブライトンにローンとなる。2014年7月16日、ブンデスリーガのマインツレーゴへ2016年6月までの2年契約で完全移籍した。2015年の夏、口述するコパアメリカでの出来事により、マインツからの対談話が浮上。結局は残留試合にも出場していたが、シーズン中の2016年1月に契約解除。 申し出て対談する。その数日後に母国チリのクラブ CF ウニベルシダデチレへの加入を発表。2019年1月よりアルゼンチンのエストリアンテスデラプラタと1年半の契約を締結。同年末にクラブとの契約を解除した。2020年1月にリーガ MX のモナルカスモレリアに加入。シーズン後半は 同クラブが移転して新設された、マサトラン FC でプレーしたが、いずれもプレー機会は限られた。2021年1月より、クラブティフアナエカニュー、モレリア時代の指揮官、パブロ・ゲデと再会した。2010フィファワールドカップで、ブラジル代表のダニエウアウベストセルゴンサロハラ2005年には、U-20 チリ代表として、 ニュージーランドで開催された FIFA フフワールドユース選手権に出場し、7から0と対象したホンジュラス戦で得点した。2006FIFA フフワールドカップ開幕を1ヶ月後に控えた2006年5月、チリエー代表のネルソン・アコスタ監督に招集されて、ヨーロッパ遠征に参加し、ダブリンでのアイルランド戦、トゥーロンでのコートジボワール戦、ストックホルムでのスウェーデン戦に出場した。2007年には、 コパアメリカ2007に出場し、エクアドル戦、ブラジル戦、メキシコ戦に出場した。2008年6月19日、2010フィーファワールドカップ、南米予選のベネズエラ戦で代表初得点を挙げ、同予選では9月10日のコロンビア戦でも得点した。2008年には U-23 チリ代表として、トゥーロン国際トーナメントに出場し、フランス戦、ニュージーランド戦、 日本戦に出場したが、累積警告により、準決勝のコートジボアール戦には出場できなかった。2014FIFA ワールドカップでは、グループリーグ3戦すべてに出場し、チリの決勝トーナメント進出に貢献する。しかし、PK 戦にもつれ込んだ決勝トーナメント1回戦、ブラジル戦では5人目のキッカーとして、PK を外し、チリはベスト16で敗退した。 2015年、コパアメリカ2015に、チリ代表の一員として出場。準々決勝のウルグアイ戦では、相手 FW エディンソン・カバーニの尻に手を当て、肛門に触れるような仕草を見せる。これを、カバーニが軽く手で払いのけようとしたところ、腹が顔を押さえ倒れたことにより、カバーニはこの試合2枚目のイエローカードを提示され、退場処分を受ける。この性的挑発を、 南米サッカー連盟は、反スポーツ的行為と判断し、原に2試合の出場停止処分と5000ドルの罰金を課した。また、2013年の W 杯予選で同じく、ウルグアイと対戦した際、原は、ルイス・スアレスの股間を触って挑発。また、コパ・アメリカ2019でのグループリーグ戦のウルグアイ戦でも、試合中に乱入してきたファンに暴行して、逃走を阻止し、 ウルグアイ側から抗議されるなど、物議を醸す行為を働いた。2017年6月3日に行われた、親善試合、プルキナファソ戦において、代表通算100試合出場を達成し、3から0の勝利で飾った。ありがとうございます。